こんにちは、大瀬です。9月の11日に行われましたプレシーズンゲーム、結果としましては激しいディフェンスの応酬の末、琉球ゴールデンキングスが98対90で仙台 89ers に勝利いたしました。ゲーム2はゲーム1と変わって、本当にプレシーズンゲームのレベルを超えたお互いハードなディフェンスのぶつかり合いでございましたが、最後琉球ゴールデンキングスが自力の強さを見せつけて仙台 89ers に勝利した形となりました。またこちらのゲーム2の感想を述べていきたいと思います。もしよろしければ最後までご視聴並びにチャンネル登録よろしくお願いします。11日に行われましたゲーム2、ゲーム1と展開が本当に打って変わって、お互いが激しいディフェンスのぶつかり合いで、より一層このファールとナイスディフェンスの紙一重の場面が出ていまして、お互いチームファールでトラブルが起こる展開だったんですけども、琉球が一歩リードして、今回のゲーム2も仙台相手に勝利した形となりました。まず前半、第1クォーターでは仙台のやっぱ激しいディフェンス、オールコートからのプレスがやはり効いていまして、琉球も最初田代選手の得点から始まるんですけども、当然仙台も返す形で得点を入れまして、今回このゲーム2で違った点で言いましたら、やっぱ日本人選手のシューターが3ポイントを入れる。やっぱ今回そこが琉球が苦戦した一つの理由となっています。前の試合で得点がなかったり少なかった日本人選手のシューター陣が今回田中選手、そしてルーキーの岡田選手、この二人がまずやっぱスリーポイントを決めてやっぱ突き放しにかかっていましたので、なかなか琉球としては流れがつかみにくくて、1クォーターは仙台が主導権を握っていた形となりました。しかし2クォーターで琉球ゴールデンキングスの流れが一気に傾くことになりまして、その立役者がジャック・クーリー選手。まずジャック・クーリー選手がインサイドで立て続けに得点を決めて、バスケットカウントも決める展開もございまして、何より今回ね、本当にこのプレシーズンゲームが配信がなかったのがとても惜しかった点が、ジャック・クーリー選手がフリーになった時にスリーポイントを打ってシュートを決めたところ、まさかこの場面で激レアなシーンが見れたっていうのが、個人的には嬉しい反面、うわこれ配信ないのか惜しいなって思っちゃいました。やっぱクーリー選手がインサイドで主導権を握る一方、アウトサイドでも今回スリーポイント1本決めまして、クーリー選手の存在感っていうのがこの第2クォーターで現れてまして、このクーリー選手が琉球ゴールデンキングスの主導権を取り戻してくれて、2クォーターは琉球が主導権を握っていました。そして何より第2クォーターのブザービーター、松脇選手がこれスリーポイントを決めるという、ここぞという時に松脇選手が決めてくれて、ゲーム1では松本玲太選手、ゲーム2では松脇選手がこのスリーポイントを決めてくれて、もう土壇場で2桁差に開いて、琉球ゴールデンキングスがリードする形で前半が終わることとなりました。前半だけでもクーリー選手が1人で20得点入れる活躍を行いましたので、クーリー選手の本来の力が発揮された時には、束にかかっても、蹴散らして点数を決めてくれて、琉球ゴールデンキングスの大黒柱として存在感をより一段と発揮していまして、クーリー選手の活躍がこの勝利に大きく貢献したポイントとなっています。それでも後半始まって、第3クォーターで仙台が再びディフェンスで息を吹き返してきて、琉球も得点を入れて離そうとするんですけども、またじわりじわり点差を詰めてきて、琉球がここでしんどかったのが、チームファウルを負ってしまって、相手にフリースローを献上するという場面でございました。しかし、ここでまた琉球が勝利した、これはついていた要因なんですけども、相手のフリースローの確率がとても低かったことが、今回、このゲーム2勝利の要因に直結しているポイントでもございます。ちょっと速攻をやられてしまって、今村選手のアンスポだったり、今回ちょっとお互いが激しくぶつかり合って、アンスポーツマンライクファウルがちょっと多くて、それで仙台がフリースローを量産していたんですけども、ただそのアンスポのフリースローを相手が外してくれたので、これまた琉球が詰め寄られるってとこで、仙台が一歩のとこを踏み込めずだったので、これはついていた場面だと思いますし、ここで仙台がこのフリースローを決めていたら、琉球と、僅差の試合、もしくは琉球に逆転して、この仙台がゲーム2を勝利していたかもしれないです。ここの勝負強さが、また琉球と仙台の勝利と敗北の差にもなったのかなと思います。そしてついに、その激しいハードワークディフェンスで仙台が琉球に追いついて、そのままやっぱり勢いに乗って、
話そうとして、仙台が1点差でリードいたしまして、琉球にとってはこの3クォーターが、まあ、我慢の時間帯となりまして、まあ、ここでさらにアクシデントが、まあ、クーリー選手がちょっと怪我をしてしまったっていうところが、やっぱり琉球としてもまあ動揺が走ったと思います。まあ、クーリー選手退場する時も、まあ、自分の足で歩いて、まあ、人の手借りずに、まあ、退場してそのままちょっと奥に行ってしまったんですけども、まあ、本当にクーリー選手の怪我っていうのも、まあ、今後の試合っていうのもありえますし、まあ、こういう事態に陥っても、まあ、琉球が4クォーターでどう立て直すかっていうのもこれまた一つ注目のポイントとなりました。そして4クォーターが本当に琉球ゴールデンキングスがこういう展開にもありえるってことの対応をきっちり行っていたという点が素晴らしかったです。まあ、琉球としては、まあ、ダーラム選手もしくはダンカン選手がベンチにいて、日本人選手4人とダーラム選手はダンカン選手という時間帯を作っていまして、この時間帯で、まあ、仙台のオフェンスを食い止めてたってことが、これまた琉球にとっては非常に大きな収穫だと思います。ゾーンディフェンスを駆使して、やっぱ松脇選手だったり松本選手が相手のラショーン・トーマス選手にぶつかって、まあ、外国人選手とのミスマッチがありつつも懸命にディフェンスを行って、まあ、シュートを容易にさせない、まあ、ゾーンディフェンスを行っていて、やっぱその不利な状況の最中、琉球が仙台のオフェンスを食い止めていったのが、まあ、最後逆転につながった場面だと思います。最初の松本玲太選手の得点だったりダンカン選手の得点で、まあ、すぐさま逆転して、そして、まあ、仙台が優位な状況の最中、まあ、琉球がそこを焦らずについていって、まあ、琉球は本当に着実と我慢しつつも得点を決める。そしてそのハードワークディフェンスの最中、琉球がファールをもぎ取って、で田代選手がアンスポ取ってのフリースローだったり、またファールチームファールがトラブルになってのフリースローだったり、まあ、今回のルール、まあ、余談なんですけども、個人ファールが5個を超えてもちょっと退場しないという、まあ、このプレシーズン特別ルールだったので、まあ、ラショーン・トーマス選手がファール計6回行ったり、相手の外国人選手、まあ、こっちで言ったらダーラム選手が5ファール、まあ、ファールトラブルっていう風になったんですけども、まあ、退場がないので、まあ、外国人選手の差で言ったら、まあ、仙台が優位だったんですけども、まあ、その優位の点を、まあ、ゾーンディフェンスを中心に琉球が抑えたっていうのがこの4クォーター非常に大きな収穫でございました。そしてやっぱダーラム選手、ダンカン選手は4クォーターフルに出ずに、ちゃんとベンチの時間で休息も取りつつ、最後の残り5分弱でこのダーラム選手、ダンカン選手の外国人選手2人投入できて、最後まで戦い抜けたというこの琉球の戦術が見事にハマって、まあ、仙台に勝利したポイントとなります。そして最後の残りここぞという時に、松脇選手のスリーポイント、ダーラム選手の連続でスリーポイントを決めてくれまして、残りわずかになった時に今村選手がとどめのスリーポイントを入れてくれまして、いの一番で欲しい時にやっぱ琉球の選手がきっちり遂行してくれたっていうのが、この4クォーター大きなポイントだったと思います。まあ、我慢の時間をきっちり乗り越えて、そしてその先にここぞという時の得点を各々の選手が決めてくれましたので、まあ、今回小野寺選手が負傷でいなかった、クーリー選手が途中で退場してしまって立役者になりつつも、やっぱ後半ちょっといなかったのが痛いというさなか、琉球が総力戦で仙台のオフェンスを食い止めた、仙台のディフェンスを突破してのシュートファールを得たという、この4クォーターでやっぱ自力の差、ここぞという経験の差を琉球が見せつけたのかなと思います。そして98対90で琉球が勝利したという結果になりました。まあ、このゲーム2では、まあ、仙台の日本人選手、やっぱ渡辺選手が、まあ、170センチみたいな言いながらも、まあ、2桁得点どころか20得点以上量産する場面もございましたし、やっぱ岡田選手のスリーポイント、そして4クォーターの神崎選手の食らいつくスリーポイントもやっぱ琉球にとっては、まあ、焦る要素でもございましたが、それを見事に琉球が受け切って、まあ、勝利までつないだのがとても印象深いゲーム2だと思いました。そして試合が終わって選手が退場した後は、岸本選手、田代選手、そして神崎選手、この3人のまあトークショーもファン感謝デー顔負けのサービスを見せてくれまして、まあ、これ一部抜粋で画像を出しているんですけども、まあ、それぞれテーマに対して、まあ、奥谷ヘッドコーチ、金城選手がどういう人かっていう印象だったり、そして最後にまあ決意表明を言ってくれて、やっぱファンブースターがまあ盛り上がるやっぱサービスを、まあ、岸本選手、田代選手、そして神崎選手が見せてくれましたので、2日目のイベントトークショーも大いに盛り上がる。上がって楽しい時間を過ごせたなと、まあ、個人的に思いました。まあ、ゲーム2でも、まあ、プレシーズンゲーム以上のレベルを見せつけてくれて、まあ、仙台が、まあ、B2 から上がりつつも、やっぱりこの東の王者、西の王者とぶつかって、まあ、結果的には負けなんですけども、本当にあと一歩まで
追い詰める結果を残していますので、この東地区の怖い存在として仙台が猛威を振るうかもしれないです。それでも琉球がこのゲーム1ゲーム2で違った内容とはいえ2連勝を勝ち得たっていうのは非常に大きく、やっぱりこうクーリー選手がいない、小野寺選手がいない、まあ不足の事態でもきちんと対応できるこの琉球ゴールデンキングスは、まあ昨シーズンと同様大きな力を誇示していますので、琉球ゴールデンキングスの真の強さがこのゲーム2でも見えたと思います。次回の試合が9月の17と18に行われます群馬戦、まあ、群馬は今シーズンもトレイ・ジョーンズ選手、マイケル・パーカー選手を使っての3ビッグの戦術並びに新外国人選手のプレーであの千葉ジェッツに勝利してプレシーズンゲームを勝ち抜いている強敵でございます。琉球としても、まあ、昨シーズン1勝1敗で痛み分けの結果となっていますので、新しい群馬に対してどのようにぶつかっていくか、またクーリー選手はもしかしたら出られないコンディションを見ながらの出場という可能性も十分ありえますので、まあ、こういう不測の事態に対してオフェンス力の強い群馬を具を食い止めるか、まあ、注目になってくるのかなと思います。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。以上です。